さあ行くよ行くよ行くよ。おお、すでになんか綺麗。ここちゃん、なんだろうねこれ、なんだろうね。ここちゃん落ちないでよ、大丈夫。綺麗。うん、ここちゃんすごい綺麗綺麗。うん、何年ぶり。音ツリーがある、綺麗。ここさん、ツリーありますね。なんでこの段の上あるか。白線みたいな感じなのかな。うわ、ほんとだ。ここちゃん、あっち行こう。うん、いいね、キラキラで。なんか、恵比寿よりこっちの方が初めて来るから新鮮みたいだね。どこ行く？少ないや。え？少ないと思う。本当？見てるの？見てるで。はい、何ここじゃん。うん。まあ来た。まあ来たね。うん、じゃあこんな高い高いされてる犬おらんで。めっちゃ見てるやん。うわー、すごい。おお、もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。去年も行った恵比寿のイルミネーションの反応はなんかもう慣れたなって感じやったんですけど、ミッドタウンのイルミネーションはね、もうここ初めてやったんで新鮮そうな、なんか驚きの顔をしてましたね。でも多分ね、イルミネーション自体にもうかなり慣れてきてるんじゃないかなっていう風に飼い主的には思っています。じゃあまた。